ナイトクラスの連中にも負けない。お前のコーディネートのおかげだ。おい、いい加減にしろ。夢の中の俺はこんなにも幸せそうなんだ。ありがとう。今年は熱気がすごいね。君は大変だ。君の苦労を無駄にしないためにも張り切らないとね。うん、お祭り大好きだから何気に辛めには負けたくないしね。俺興味ない。人混みも苦手。食べきれないのにもらっても食べ物捨てちゃダメだし困る。一つ残らずもらってあげなきゃ。今行くよ女の子たち。花房のやつ、まさに水を得た魚だな。わかったから遅なった。ったく、しょうがないな。みんな僕のためにありがとう。君かわいいね。ああ、君も。君は血液型は何型かな。アイドウ、言ったはずだよね、お行儀よくしろと。ご苦労様。大丈夫。わかったよ。君のためにもできるだけもらうことにしよう。おい、そろそろ時間だ。 Dクラスの連中を寮に帰るよう誘導するぞ。で、お前は渡せたのか。とぼけるな。街でチョコ買ってただろ。ちゃんと渡せたのか。お前見てるとじれったくて仕方ないんだよ。クラン要に渡すんだろう。クラン先輩、落とし物です。
逆ギレかよ。俺は親切心でな。だったらそう言えよ。俺はてきり、ああもうめんどくさい。俺は別にチョコなんていらない。仕事も終わったし帰るぞ。ナイトクラス。それより昨日の夜、見回りの後台所で何してたんだよ。すごい匂いがしてたぞ。実験か？手作りチョコってまさかさっきのチョコ？おい、そのチョコどうする？考えただけで恐ろしい。俺見回り行ってくるわ。全部見回ったか？よし、今夜の見回りはこれくらいで引き上げ。心配すんな、俺は大丈夫だ。いいから行け。俺に構うな。本当にもういいから、お前は自分の部屋へ帰れ。早く行け。騒ぐな。ただ疲れてベッドまでたどり着けなかっただけだ。
誰かさんに猫に襲われたからだろうが、お前に心配されるほどヤバじゃない。どうした、急に黙り込んで。なんか調子狂うだろう。手作りかよ。バカ野郎、自分で食える。苦い。つけ足すと苦くてまずい。サンキュー。何切れてんだよ。せっかく感謝してやったのに、変なやつだな。おやすみ。